皆さんこんにちは、ムチョと申します。ついに種付けの内訳が発表されるということでですね、いや競馬ファンにとってはねたまらない発表っていうのがついにやってきております。ということで今回はちょっとね、あの期待の新勝馬だったり、そして大出世したねあの馬がどういった繁殖をつけたのかっていうのを気になった馬何頭かご紹介していきたいと思います。まあ、まずはねどこで発表されてるのかと言いますとですね、こちらの血統書サービスさんというところを検索して出していただきまして、でここにですねその勝馬の名前を入れますとその馬の情報っていうのが出てきますので、この繁殖成績のところのね種付けしたメス馬を検索っていうところを押していただくとこんな感じでその配合相手と血統そして牧場さんっていうのを見ることができますね。種付けした日付なんかもね見れますんで、本当好きな人にとってはたまらないところかなと。でまずはねもう何を隠そうどの競馬ファンも気になるのが三冠馬コントエールがねどのクラスの繁殖をつけられたのかっていうことではないでしょうか。でちょっと全部見るのはあれなので、するとね私がビビッときた繁殖ご紹介していきたいんですけれども、まあ、まずはトースポ杯で2着だったねダノンザタイガーのお母さんシーザータイガーにつけておりますね。まあこのお母さんはねアメリカの早熟スピード馬ということになりますけれども、またさらに上乗せするっていう配合になりますね。前にも動画で言いましたけれども、かなりコントエールのボケっていうのはアメリカの色が強くて、アンブレイドルズソングにキズナーにストームキャットっていうねもう2歳リーディング取ったことのある馬が3頭並ぶぐらいの早熟スピード血統なんですけれども、まあ、ただシーザータイガーと配合すると凄まじいクロスっていうのが出来上がるみたいですね。アンブライドルドとケイヒルロードっていう前提の 4×3 クロスということでね、でプラスでストームキャットの 5×3 も入ると、まあ、だいぶパッと見はねダートイルも強そうな感はありますけれども、まあでも最近はこんぐらいねアメリカイルが強い方が少なくともスピード勝負だったら強いっていうところはありますんでね、まあハマった時の爆発力っていうのはすごそうですね。まあただもちろんねそのままダートでいってもやっぱ今後は賞金っていうのも決して少なくないんでね、ディープはそれこそ芝がっつりでリーディングに立った馬ですけれども、結構これからは両頭でねどちらもこなせる馬が上位に来る可能性っていうのはあると思いますよね。で同じくですねこちらもアメリカの超名品シーブにも配合されているようですね。まあ競りではですねもう毎年のように超高額落札される馬で5億6000万商談アデーブさんが頑張っておりますけれども、ただまあ意外とその賞金に見合う走りっていうのはできてない現状っていうのはあるんですよね。ただ面白いのがまた本場もアンブライドルドの 4×3 っていうことでね、いやワンチャンスこれは狙ってきてる可能性っていうのもありそうですよね。やはりこれからはねアンブライドルズソングはもちろんのことアンブライドルドの時代も来るっていうところありますんでね、それこそダノンバラードだったりカレンブラックヒルだったり地味ながらやっぱり走ってる馬っていうのはこの地を持っているわけで、やはりそこをねより強調して出していきたいっていうのはサンデーのクロスと同様の意図かなと思いますよね。他にもコントコマンド、コマンドラインのお母さんなんかにもつけておりまして、こっちはねティズナーの 4×3 というクロスを作っていたりと、結構ノーザンさんはやっぱりこうアメリカ色をどんどん強くしている配合が多いように思いましたね。全部で40頭ぐらいつけてたんですけれども、これは当然ながら全牧場の中でもトップで、その次にノースヒルズさんが20頭ぐらいはつけてましたかね。まあ、全体の頭数で考えるとやはり相当多いですよね。逆にシャダイさんも同じく20頭ぐらいで、こっちはなんかね全部の投資を考えるとそんなに多くはないのかなっていう印象が来ましたよね。ただまあ G1 馬ジュエラーなんかとも配合しておりまして、まあ8ビクトアルプチャで3での3かけるようになったらこれ走るだろうって思っちゃいますね。あとは日高で言うとブランド牧場さんのカレドニアロードブリーダーズカップジュベナイルフィリーズ勝ったような怪物にもね配合されてましたね。まあやっぱりアメリカ血統は正義ということですよね。で同じく期待の新勝馬クリソベールにも目を向けておきますと、まあ、本馬制限もしたのか150頭でしたけれども、まあ、やはりノーザンを中心にねその質っていうのは低くはなくて、あのオーサムフェザーなんかもね付けられてましたね。まあそれこそ本馬もねジブナイルフィリーズの勝ち馬ですから、まあ、これまではねガッツリとディープの血だったり金亀ハーツっていうトップ級をつけられてきましたけれども、ちょっとダートで絞ってみるかっていうことでこの選択になったんでしょうね。まあ、本当この馬も当然ながらほとんどの馬1億超えしておりますんでね、そろそろ G1 級を出したいところでございます。あとはダート特に地方も意識したのかなって思ったのはクラーベセクレタですね。もう最近は結構血統のいい馬もね最初から地方デビューする馬なんかもおりますから、まあさすがに
本場はね、というわけではないのかもしれないですけれども、ただまあ将来的には交流 G1 をね、まあ、参加も含めて当然狙っていく配合ということになりますよね。クラーベセキュラクターは本当に面白くて、こんだけの実績ありながら芝の勝馬と思いっきりつけるっていうことはなくてね、オールドアリュールにバーミリアン、スマートファルコン、ニューイヤーズでがっつりダートに絞ってるのが面白いですよね。ベリソベリルはやはり牧場で見るとノーザファームが30頭ぐらいつけていて、車台は10頭ぐらいでしたね。他は日高系が王子ということでね。で今度はね、ちょっと実績バーに移っていきますと、やはりねシルバーステートさんですけれども、まずはやはり秘宝の通りダスト&ダイヤモンドさん、ローデュースのお母さんにしっかりとつけられてましたね。まあただですね、シルステ持ってるなって思ったのは、先にエファネイアをつけて受胎しなかったのでシルバーステート2回目で選ばれたんですよね。それでその後多分タネ付けがないっていうことは無事受胎したからこそだと思うんでね、いやー参加は楽しみでございます。で他だとですね、あの鶴丸ワンピースさんにもつけられてましたね。ブラストワンピースのお母さんですけれども、いやもうこんだけね中長距離で G1 かつ繁殖につけられてるっていうのはね、もう格が上がったとしか言いようがないですよね。もうこれまでっていうのはずっとね、ハービンジャー、ビクトアルピサ、オルフェーブル、モーリスと当然ながら車台タリオンにいる馬につけられておりましたから、まあどれだけ特例かっていうのが分かりますよね。あとはキューティーゴールデンにもつけられてましたね。こちらも湘南パンドラを輩出したね超名品ですけれども、まさにその地にこだわってブラックタイド、サトンダイヤモンド、ドキテシルバーステートということですね。でそして最後にビビったのがロザリンドということで、ついにねこのシーザリオ品機にシルバーステートをつける日が来てしまったということでね、まあそれこそ本場はね結構スクリーンヒーローとかも試されている一頭ではあったんですけれども、もうオーソリティとかねあれだけ走るって分かった上でのこの段階ですんでね、相当格の高い位置にいる繁殖だとは思うんですけれども、いや本当に今からねクラシック先生に走ってる姿を想像してしまいますね。まあ事前にね聞いていた通り、やはりこの通り質もね量も高くなったのは間違いないんですけれども、ただまあやっぱりねエファネイアとかサートルナリアクラスの勝負に比べると、まあ当然ながらがっつり揃ったっていうわけではなかったんですけれども、ただね個人的にちょっと驚いたのがドレフォンでして、いやすごかったですね。いやこれはもしかしたらリーディング候補として見られてる可能性もあるなっていうぐらいの質でして、まずはですねドバイマジェスティさんですね。いやそこにつけてくるのってちょっと個人的には思ったんですけれども、あのジャスティファイが持つねプリーチとヤーンのクロスができるということで、まあこれも理由の一つだったのかもしれないですけど、いやでもねあくまで私はここまでのアメリカ血統アメリカバーはそのサンデー系とか金亀系とつけてねガチクラシックを狙っていけるっていう繁殖だと思ってたんで、わざわざ日本に持ってきてアメリカの勝負をつけるっていうのはちょっと想像しなかったんですよね。しかもダービー馬輩出してるようなお母さんにねドレフォンをつけるっていうのは、これはちょっともう完全にドレフォンをがっつり芝もいける勝負だと見てないとちょっとつけない配合かなーってちょっと思いましたよね。ただどうなのかなと思いますよね。あとダートだったらそれこそ世界チャンピオン級でしょうけれども、これで日本の芝でトップに立てるのかって言われると、さすがにちょっとダートショック強すぎるのかなとかちょっと思っちゃったんですけれども、ただスピードはもう間違いないですよね。だって両親ともブリーダーズカップスプリント路線で頂点に立った馬ですからね、一体どこを目指すんだっていう感じではあるんですけれども、ただもうその配合で日本の頂点芝で取れるんだったらもうスタミナいらんやんっていう話にはなりますよね。いやー本当にこれは面白いですよね。であとはもちろん日本の血統のね豪華繁殖もすごくて、マリアライトにも付けられてますよ。いやもうこれこそね本当子供クラシック目指しゃいかん血統馬ですからね。まあジオグリフパターンで繁殖からこういう芝の適性を引き出して父からはスピードをっていう配合、やっぱりこっちが基本になってくるのかなっていうところではありますよね。当然ながらアロマティコにも付けられておりますので、無事に行けば全兄弟ジオゴリフのが生まれるということですね。ただこれでも全然止まらないのがドレフォン。これは情報出てましたけれども、またもブリーダーズカップ勝ち馬マルショーレーヌとの配合決まってましたね。まあもしかしたらねこのあたりを見るに結構ノーザンサン
案内でもダートでがっつり日本そして世界のダート路線を目指していくっていうのはありだよねっていう考えも出てるのかもしれないですね。ちょっと格を上げていこうということでね、もちろん日本のクラシックは目指しつつそれ以外にもね視野を広げてるのかもしれないですね。ただこれが一番驚いたんですけれども、チェンテルどんなにも配合されているということでね、まあもう金亀モーリスロードカノラート起点ドレフォンですからね、それこそエリザベス女王杯勝ったばかりのお母さんで三冠馬ですから、さすがにねこれでダート結果的になるって可能性はありますけれども、最初はクラシック目指していくでしょうからね、まあやっぱり明らかにドレフォンの評価が爆上がりしてるっていうのはまあ間違いないですよね。他にもそれこそライバルのビブロスにもつけてますし、ハープスターにもつけてますし、クロノロジストにもつけてる、あとブエナビスタにも、湘南パンドラにもつけてましたねということで、まあやっぱりこれまでっていうのはその馬たちずっとねエファネイアとかロードカナラとかモーリスに当てられてきたレベルの馬たちでしたから、まあそれがサートルナリアとかレイドールに変わるんだったら分かりますけれどもね、トレフォンっていうんですから、もう本当リーディング候補のね、いや一頭としてちょっと勝負をかけてきた配合だったんじゃないかなと私は思いましたね。まあやっぱり血統的に見たら一番ね日本の血統と付きやすい馬ではあると思いますからね。まあとはいえね、やっぱりエファネイアとかで 4×3 のサンデークロスを作ってっていうケースで実際の結果も出している段階ではあったんでね、これであえてやっぱドレフォンを選んでくるっていうのは、いやーほんとすごいことだなって思いましたね。しかも種付けしたのは皐月賞勝つ前の段階でつけてる馬がノーザンキはほとんどでしたからね、もうこの調子でいったら来年はさらに上がっちゃうんじゃないかって思うと、いや恐ろしい勝負価値になったなというドレフォンでございました。ということでね、まあ他にもそれこそ爆上がりした北サンブラックがどういった馬につけたのかとかね、話題のタイノフランケルとか、実はインディチャンプはノーザンにめちゃめちゃつけられたりね、あとポエティッククレアはやっぱり車台系の割合めっちゃ多いっていうことが判明したりと、いや面白い相棒ってたくさん見れますんでね、いやぜひエヴァファンなら誰しもが見てみてほしいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。